バッキンガムシャー、バッキンガムシャー、バッキンガムシェア、略称バックス、バックスは、イングランド南東部の地域であり、バッキンガムシャー州、ザカウンティーオブバッキンガムシェア、バッキンガムシェアカウンティーとも呼ばれる。州とはアイルズベリである。バッキンガムシャー州は、アイルズベリベール、チルターン、サウスバックス、ウィコムの4区に分かれる。公式にはミルトン・キーンズも含む。 伝統的な宗教改線の詳細はお参照のこと。公式には、オックスフォードシャー州、ノーサンプトンシャー州、ベッドフォードシャー州、ハートフォードシャー州、バークシャー州、ーー州大ロンドンと接している。1974年の地方制度改革で、バッキンガムシャーは、スロートイートンをバークシャー州に譲り、1998年から、スロートウィンザーメイデンヘッドの自治権が強まった。 ミルトン・キーンズは1997年に自治権が強化された。バッキンガムシャー州は農業州で南にチルターンヒルズ、北にベイル・オブ・アイルズベリ、アイルズベリダニがある。最高地点はウェンドーバー近くの海抜876フィート267メートルのクンビヒルである。肥沃な農業地があり、多くは所有者のいる土地で、特に十九世紀は、 ロスチャイルド家が所有していた、お参照のこと。産業は農業を主体に家具作り、伝統的にハイウイコムが、中心、製薬会社、サービス業と販売業がある。南のロンドンとは、通勤電車が走っている。バッキンガムシャーは、アングロサクソン語で、物価の家のある地区を意味する。物価の家は、州北部のバッキンガムのことで、アングロサクソン族の地主にちなんだものである。 州の名前としては12世紀から使われているが、州そのものは、マーシア王国、585年から919年が分裂してから存在している。バッキンガムシャーの存在には、アングロサクソン時代より前に遡るものがある。例えばアイルベズベリは少なくとも、紀元前1500年まで遡ることが知られている。当時のブリトン語の名前、ペン。 ウェンドーバーやブリトン語とアングロサクソン語が組み合わさった、ブリル、チェトウォード、ダイブリックヒルという場所がいっぱいあり、州全域にローマ時代以前の土塁がある。ブリトンで最も有名な王の一人クノベリヌスは、この州に城があり、今も土塁が残っている、キーンブルズとして知られる村々に、自分の名前を使わせた。ローマの影響は、州を横断するローマ街道に最も広範囲に、 渡って見ることができる。ワットリング街道とエイクマン街道は、共に東から西に横断し、チルターンヒルズに連なっている。上記の二つは、ロンドンからローマ時代のイギリス各地と結ぶ重要な通商路であり、後者は防衛線として使われたが、古くからあった道を拡張したものの可能性がある。しかし、バッキンガムシャーの歴史上最も大きな影響を、 受けたのはアングロサクソン族くらいである。バッキンガムシャーとその大半の地名はアングロサクソン族が付けたわけではない。現代の領域はアングロサクソン時代と同様の領域になっている。アングロサクソン年代記が伝える大きな戦いの一つがウェセックス王、チェルディッチとチアズレイのブリトン人の戦いであり、この時代に聖人が三人目アレンドンで生まれ、アングロサクソン時代後期に ブリルに王宮が作られた。バッキンガムシャーの実際の富は、ドゥームズデー検知が1086年に行われた、際の木に詳しい。プランタジネット家は、バッキンガムシャーの富を利用し続けた。ウィリアム征服王は、自分と家族のために、領土の大半を私物化した。腹違いの兄弟王道は、王子主になった。イングランドの野生の白鳥すべてに言えるが、 古代の獲物が多く国王の所有物になったバーンウッドフォレスト、ホアテンチェース、プリンスリズボローが主な場所であった。王が趣味で白鳥を飼う古代の伝統から後にバッキンガムシャーの紋章に描かれることになる、口述。もう一つの流れは王室への寄進で自分の趣味で決めた修道院解散令によるもので、ほぼ三分の一が ヘンリー・パッセイの私有財産になった。ヘンリー・パッセイは、トーマス・ブーリンの娘アンと結婚できるようにトーマスに、気に入られるように、アイルズベリをバッキンガム以上の町にしなければならない事情もあった。もう一人の妻キャサリン・パーもバッキンガムシャーに勢力があった。新京都革命、1642年から1649年。 ではバッキンガムシャーはほとんど議会派の勢力であったが、王統派が孤立した地域もあった。議会派の英雄ジョンハンプデンは、バッキンガムシャー出身で、1642年の戦いでアイルズベリ防衛を助けた。西部の村、例えばブリルとボアストールでは、アイルズベリの議会派とオックスフォードの王統派が、拮抗して、いつまでも決着がつかなかった村がある。 こうした村の多くは戦闘で、村が消滅したが、後に再建された。1682年、家族がペンに住むウィリアムペンは、バッキンガムシャー出身のクエーカー移民とアメリカのペンシルベニアにバックス軍を建設した。ペンシルベニアのバックス軍は、バッキンガムシャーの各地にちなんだバッキンガム、チャルフォント、ウィコム、ソールベリがある。 産業革命と鉄道の不設で景観が完全に変わってしまったところがある。北部のウォルバートン、現在はミルトン・キーンズにあるは南部で確立した鉄道輸送建設と家具作りと製紙業の中心地なった。製紙産業がバッキンガムシャーの中心部で起こり、貧困層の女性と子供を雇ったことで急速に成長した。バッキンガムシャーは今もロンドン、バーミンガム、 マンチェスターとの鉄道が発達していて、家具作りは依然南バックス郡の主要産業である。ビクトリア朝中期の前半に、これらの大流行と飢饉が、永年バッキンガムシャーを安定して支えてきた農業に影響を与えた。近隣の市と海外への難民が、この時期に頂点を迎え、ある地主はそれまで住んでいた土地を売りに出して安い土地を求めていった。その結果、 最も影響力のある家族の一つ、ロスチャイルド家がバッキンガムに現れ、バッキンガムシャーの景観に与えた影響は巨大なものであった。20世紀、北部と南部で大規模な都市化が起こり、ミルトン・キーンズとスローで新しい街が形成された。このことは工業化の自然な流れであり、各地で必要な雇用を生み出した。どちらも自分たちの権利としての自治権を強め、 ほぼ3分の1バッキンガムシャーの面積を減らすことになった。今日バッキンガムシャーは多くの人がエドワード七世の時代の物語の田園風景であると思っていて、普段はリーフィーバックス、ハノシゲールバックスと呼ばれることで知られている。こうした見方があるために多くの地域でロンドンへの通勤電車が当たり前のようになってしまい、それで生活費全般の上昇を招いている。 しかし、貧困地域、特に、アイルズベリとハイウィコムの大きな間違い前として残っている。バッキンガムシャーの政治は、現在バッキンガムシャー評議会が行っている。評議会は1889年にアイルズベリのウォルトン街に設置された、現在も同じである。バッキンガムシャーの行政機構は、州評議会と地区ごとの評議会の二段構えになっている。 1960年に評議会は建築家、トーマス・プーリー外相を担当した、アイルズベリー中心部の15階建てのビルに移転した。バッキンガムシャーで最も非対称的で嫌われている建物の一つと言われ、都市計画法、1947年、タウンカントリー、プラニングアクト1947に基づく建造物登録で2級建造物とされている。 1997年、北部のミルトン・キーンズ地区がバッキンガムシャーから独立し、今も行政機能の一部はバッキンガムシャーに属していると考えられている。バッキンガムシャーの紋章は、鎖につながれた白鳥をあしらったものである。起源は王が趣味でバッキンガムシャーで白鳥を飼っていたアングロサクソンの時代に遡る。白鳥が鎖につながれているのは、 白鳥は王のものという今日でもイギリスで適用される古代法に基づくものである。初めて使われたのはバッキンガム皇ハンフリー・スタフォードによるアジャクールの戦い1415年10月25日北フランスであった。白鳥の上部には中央にホワイトリーフ村の十字架があり、古代の歴史的な事件に関わった人を表す黄金の帯がある。 縦はかつて州の半分近くを覆っていたチルタンの森を表しスブナの木の上にあ、両側にはオジカと白鳥がいる。縦にある標語はベスティジャヌラレトロッサムで、ラテン語で二位点の意味である。バッキンガムシャーの一覧を示す。バッキンガムシャーの全長村名についてはお参照のこと。バッキンガムシャーはドゥームズデイブックの時に18村落に細分化された。 あとに、アイルズベリ、アシェンドン、バッキンガム、バーナム、コテ、スロー、デズボロー、ニューポート、ストークの八つにまとめられた。バーナム、デズボロー、ストークは合わせてチルターン村落として知られ、会議員が辞職の口実に使っている。ここでは最後に、地方政府再編が行われるまでバッキンガムシャーに含まれた町を示す。バッキンガムシャーの全村の一覧は、 お参照のこと。下記の人々は、バッキンガムシャー出身、元住人、現在の住民である。日本でも名前が知られていると思われる人物のみを、記す。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。